ケッキングめっちゃでかいな、こいつ。すごい、なんかこう、寝転んでてもなんか人間の子供ぐらいの高さあるんや。落ち着かん、お前嘘でしょ。特性怠け嘘やろ。めちゃくちゃ俊敏に動けてるやんけ。いや、もう嘘嘘嘘、これさ、詐欺や。このポジションが落ち着くんだ。なるほどね。ちょうど気持ちよく寝れる角度見つけたらしい。はい。今回このケッキングを使っていきます。アローラもご存知です。今回はこのケッキングというポケモンを古代ハチマキで使っています。まあ、こいつも皆さんね、もうご存知の通りね、怠けという特性のせいで技を出すと次のターン休んでしまう。つまりもう、一旦投げて次怠けて、もう一旦動いて次怠けてっていうのを交互に繰り返すんで、まあ、実質2ターンに1回しか動けないんですけども、まあ、鼻から高火力で、ね、これ、一回お休みになっちゃう。ギガインパクト、この技を使っちゃえばもうデメリット消せるんじゃないかと、そういう風な発想で作ってきたのが今回のこの、テラスタルノーマルこだわりハチマキ持ちケッキングです。で、こいつ耐久も高いんで、一発耐えて、返しの技でぶっ倒して、で、地震とか地獄突きで不意打ち、この辺の技っていうのは、打った後に特に反動というか、まあ、居座れないだけで、結局交換しちゃえば、OK なんですよ。なんで、まあ、立ち回り次第で、ケッキングとポケモン、この怠けっていう特性のデメリット消せるんですね。まあ、今回そんなケッキングをちょっともランクまでも重くそ使っていって暴れていこうかなと思います。まあ、ゴーストポケモンが多い環境なんで、なかなかギガインプットの取り悪いんですけど、まあ、そこは、まあ、他のポケモンでカバーしつつ、まあ、通してあげようかなと思っています。では、やっていきましょう。さあ、チームショット、つかささんお願いします。相手の手持ちが、ムーマージ、なんだ、ドドゲザン、ファイヤロー。で、なんだっけ、あいつ、あの、変な、なんか、あの、フラージュスみたいなやつがいて、なるほど、はい、で、巨人4と、キラホロ6機分かりました。そしたらですね、もうこれ、もういきなりから、重くそ、ちょっとこれ、ゴリラぶん投げるわ。ゴリラぶん投げから、まあ、特殊ポケモンはこのママンボウで、いや、ママンボウじゃちょっとどうしようもないのかもしれない。ハリティアまで行って、一旦ちょっとしばき回すプランニングに切り替えて、どうしよう。あとはまあこれ大会で入れるのいいと思うんだよな。さあ、マッチングしたフラーレスが来ました。こいつまあ S も遅いし、多分ケッキングでワンパンできる。で、あ、裏にマグマージがいるのが気になるんだよな。なんで一旦もうこれ普通にギガインパクトだけ打ちます。テラスタル切らずに。多分ノンテラスタルいけるんだよこいつ。しかも多分テラスタル草とかでしょ。まあここはフラーレスはおそらくケッキングが縛られてる。ギアインパクトで、もう完全詰める。ああ、まあ、これ引っ込めってことだとワンチャンまあ来るかな？うん、マジ。まあ、これは読まれてるね、ギアインパクトね。読まれてる上に、ここで、まあ、これ透かされちゃうんで、当然のごとし、次のターン、あ、透かされたってことは、ここから引けるのか。どうせここ鬼火かなんか来るんで、ケッキングではなく、ここも一気に、ちょっともう、張り手に変えるわ。うん、特殊出しても結局、おーっと、しかしトリックで持ち物パチられちゃったけど、まああれだな、メガネか。火炎玉を押し付けることには成功しているけど、まああんまり意味ないなこれ。むしろ俺が火傷できなかったのが痛い。まあぶちかまし打つしかないか。じゃあごめん、冬やったこいつよく考えた。まあでもこれは古代ムーマとかで存在がもう悪いんで、あいつが冬じゃないせいで、ムーマージのその特性とか忘れちゃった。それはもう俺は悪くない。はっきり言うけど。それに関しては俺はもう何一つもう何も悪いことしてないから、何も悪くないんですよ。これ。はい。マンボル。だからケッキンが特防にクソ振ってるんでクソ硬いと。もう、どうしよっかな。これ多分トリックされるんすよね、ここ。また。多分、ケッキングに、火炎玉押し付けたら面白くね、みたいな。それ多分、クソつまらんノリでやってくると思うんで、ここもう一回張り玉行くわ。多分来るよな。多分、ここトリック来ると思う。ほれ！ははははさ、相手の心理状況を完璧に読んでいく男。これで張り手山に火炎玉が手に入っていく、再び。で、相手はメガネ押し付けられる形になるんで。いや、ここの読み冴えてるわ、俺。ただ、結局、こっからどういう動きをしていくかっていうのによるんだけど、まあ、もうバレパン連打でいいと思うんですよね。こいつは、道連れ。道連れか。なんかスカーフ持ちで、メガネ持ちなのにすげえ動きづらそうな技ばっか持ってんな。
だってそれ打っちゃったらさ、ここでキッキン刺されたらもう何もできなくない？相手はトリックでもうメガネをもう自らこう再び縛りかけてる状態だから、交換ないってことはここ道連れ確定だから、だからケッキング側は一生これさ、ギガインパクト打っときゃよくない？一生ギガインパクト打つわこれ、交換来るまで一生打つで、やけどダメージがあるんで相手は引くに引けない。ギガインパクト連打します。うん、道連れ連打したところでやけど状態のおかげで自滅。おわっと、しかしムーハージ引く。さあそこに巨子4か、頼む半分ぐらい入れ。うわでもすごい、巨子4にこのダメージ。ただ結局食べ残しプラス自己採で受けられるんで、うわちょっと待って、ケッキングマジ投資ずるえなこれ。まあ自己採来るよね多分。あー鉄壁か、なんなら守るとかあったらもう一生こっちのと取んねえんだよな。なるほど、これはかなり苦しくはなってしまったけど、まあそこに対して大回転を投げつけていくのか。いやこれちょっとごめん、張り手間から行くわ。いや張り手間はもう最悪倒されてもいいかもしれない。鉄壁ネズミ、ちょっと苦しいな。鉄壁ネズミか、もうドレパン吸収力かけるしかないなこれ。あ結構入ってる、でも回復もある。ボディプレイ、いや強すぎお前それは。そうか、いやこれでも自己さえ来なかったらは行幸と言えるかもしれない。なぜなら大回転ここで出して、10万打ったらフラージェス来ちゃうよね。この残り耐久やったら巨ジオン側はおそらくワンパン圏内警戒だと思うんで、ここでボロチェンかな。実際大会での軽くやったら舐められてもしょうがないなこれ。塩漬け、お待てよ、これ塩漬けってことは、おいここ塩漬けっていうことはお前それが何を意味するのか分かるのか。地震で倒すってことだ。いやーここで引かれるか。でも巨人を縛れてるよねこれ。やけどダメージが少しずつ蓄積するといいんだけどな。今のところでも地獄突き打てねえぞ、耐えられるし。地震じゃなきゃ倒せない。メガネシャドウも耐えた、でかい、これはでかい。さあここもやはりフラージュスを俺は意識したい。ボルジェンダフラージュス来ない。あん？おい、ちゅうことはよ、ゲッキングぶん投げて、巨人、いや、これ巨人用にテラスタルしたいのか。そんなことない。いや、テラスタルしないか。ゴー、飛行もおるからな、これ。地震撃つの怖い。でもさっき地震見捨てるからな、テラスタル。切れないんちゃうかな。これもう、ここもギガインパクトやな、これ。いきます。テラスタル、いや、頼む、お願い、飛行、飛行、お願い、お願い、飛行できて、お願い、飛行、飛行、飛行、頼む、飛行、頼む、飛行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 、格闘だったら、ギガインパクトで、巨子4ぶっ潰して、ただ、フラージェスだ、問題は。問題はフラージェスやねん。フラージェスがもう大回転じゃ絶対倒せないから、特防150ぐらいあるから。これは、ここの返しのフラージェスの技一発耐えて、頼む。ムーフォ、これ耐えてくれ！いや、硬い！だったらテラスタルノーマルギアインパクト！これでフラージェスを踏みにじるんや！もうその辺の雑草カノンに扱っていく。踏んだことすら気づかないような扱いしていくからこいつ。さあ
こっぱみしんに知ってしまえ、その葉っぱを。テラスタラの誉る鉢巻きギガインパクト、ありがとうございました。さあ、チームショットで森ファン G さんお願いします。相手の手持ちがミミッキュ、サフゴーという、まあ、ゴーストポケモンに加えて、まあ、ヘイラッシャーという物理的がいるんですけど、まあ、逆にケッキング、うん、で羽ばたく神、まあ、これは、まあ、あらゆるポケモンにちょっと刺していく。いや、ミミカスきついな、これ。サンダー確定にして、いや、羽ばたく神入れた方がいいか、入れましょうか。あ、結局。さあ、お願いいたします。ジバコイルからガッチリ入っていく。まあ、素早さはもちろん勝ててるんで、まあ、ケッキングでこのままもうぶち抜く。なあ、これさ、もう超強行でいく。ここで自信を打つプレイングって、なんかあまりにもこう、消極的っていうか、まあ、ジバコガーも、なんなら交換していくんじゃん、これ。ちょ、これいきますか、もう。脳筋。超脳筋。しかも、なんならテラスタルあるからな、これ。うん。聞いてないってことは、これテラスタルの可能性あると。だから自信なんて読めるでしょ、さすがに。ケッキングが自信は持ってるよねっていう。それか、まあ、頑丈化が特性。うわっと何もしてこないってことは頑丈なのか、それともそもそも倒さないか普通に。あ、急所だったわ。なんと、あの物理耐久115はあるジバコイルをタイプ相性無視でワンパン。ってことは海流の丸助とかも感じできんなこれ。いや、ただこれを決めた後なんです問題は。うん、鉄のドゥクガが来る。これを決めた後、一旦隙が生まれて、しかも相手クオークチャージで何が上がっていく？いや、特攻が上がるのきちい。まあ、言うてこいつ、超前とかないからね。超前とかないんで、なんなら炎の前2台とか、特攻振ってるからこいつ。いや、お前は無理だ。さすがに。まあ、耐えるけど、2台は無理。ただ逆に考えよう。キングこれ残せない？これケッキング残せるよな。しかも羽ばたく神これぶん投げればさ、いや、ケッキング残す意味ってあんのか、そもそもないとは言い切れなくないか。いや、オバヒをね、これなんか、いや、鉄の奥側から引っ込めてきやがった、こいつ。うわ、じゃあ結果論的に交換して正解だこれ。そうだな、残しとく意味じゃあやっぱあるな、これで。羽ばたく神ぶち投げていくんですけど、ちょっとテラスタイプがこいつ別にノーマルとかじゃないんで、古代活性で S は上がるが、まあ影打ちで当然殺されるという役割は変わらない。しかしながら、いや、これ甘える取っか。甘えるで多分巻き返せるんで、てか羽ばたく神でけえな、こいつ。影打ち、まあこれ半分ぐらい耐えるため。ああ、十分なダメ感だ。玉影打ち半分台から、甘える勝ち込んでいきます。うちの羽ばたく神さんは。で、ドレインキッスで、ちょっとばかしの HP 回復。いや、回復できないのか、これ。どうなんでしたっけ、どうやつかなんでしたっけ。あ、これ、剣舞かなんか打ってんな。回復できないよな。HP だって体力削ってないもんな。うん、ちょっとこれは200でした。あ、ちょっと下の頃、太くなったわ。あ、ごめん、しかも今の急所だよね。急所じゃなかったら耐えてるわ。まあ、どのうち次の回復中縛られてるか。だったらさ、あとはもう、ケッキングぶん投げちゃって、うん、ケッキングがミミッキュ相手にしか役割がないから、ぶん投げて、ただ、じゃれつく結局耐えなそうなんだよな。ここ自信打っときましょう。奴が来ても、まあ、大丈夫なように。鉄の道具が来てもね。いや、じゃれつくさすがに耐えないか。この HP からじゃ。いや、それ耐えたらもうおかしいよな、さすがに。玉じゃれつく耐えないわ。素早さ振ってないで、ほんと、種族だったら勝ってるんですけどね。種族自体は勝ってるんですけど、残念ながら、相手が振ってる場合は、これ抜かれる。当然。ケッキングさん、ちょっと待って、こいつ、防御力なんぼあんの？あん、幅か、でもな、物理特化幅かめに抜群、玉陰打ちで半分入ってるから、いや、普通に容器最速あるんちゃうか。
いや、これは気が狂うとるけど、すごく残念なのが、これで特攻上げられたら、てか多分テラスタイプこいつ炎やから上がらないけど、大回転の一騎打ちじゃちょっときついのかもしれない。つきましては暴風で混乱させるしかない。嘘でしょ、これ負けんの、これね、多分テラス炎やと思うこいつ。おばひ採用ってことはだよな。じゃあもう暴風しかないわ、頼む。メガネ暴風で混乱、よし当たる、ナイス。半分入っ、あ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 っ、サマッチしました。プランストームさんお願いします。相手の手持ちが海竜土下座もろもろという感じでございまして、まあ普通にもうちょっと一回ケッキングか、普通にケッキングで張り手山絶対刺さってるんで、これ入れまして、海竜がうざいから羽ばたく神入れた方がいいかもな。さあお願いします。うわー、もういきなりから海竜の、しかもなんか変色したやつ来たわこれね。ちょっと俺もう行っていいかな。脳死書ってテラスノーマルハチマキギガインパクト、威力なんぼや。ギガインパクトがテラスタルノーマルです。威力300でしょ。いやドラゴナイド引くか、マジか、逃げやがったこいつ、ザコ。なんこれ、税金じゃ、いやこれ、いやこれドヒドイでやったら絶対倒せるで。タックスなんとかって見えたから、なんか関税かなんかの封殺かと思ったらドヒドイやった。これどうでしょう、威力なんぼ、これハチマキでなんぼがいい。で、攻撃出力値が160の、いじっぱりの全特化のさ、ギガインパク当たっていく。いや、これさすがにいけるっしょ。いや、ケッキング相手に出してきてるあたり、まあ、多分レイパー読みかなんかやと思うんだけど、おそらく物理特化だったんじゃないですか。そう、すっかりよか。さあここは反動で交換もできないという状況。なんだテラスタル、なんだ格闘だったら終わるぞこれ。テラ格闘はきつい。いやドヒド持ってったまでよかったけど、テラ格闘だ。いやこれはきつい。何このお互いの、もうテラスタル一丁殴り合いは。なんだこれは、技はなんだ、波動弾、このアングル何これ。波動弾は耐えないですね多分、特殊低いんで。まあ結構特殊に振ってんねんけどな。いや耐えんか。いや、急所じゃちょっとわかんない。まあでも、言うと多分耐えてないな。ルカリオ特攻高いからな、こいつ。いや、ここまでわずか2ターンっていう。いや、そしたら、おめえそんなことしてるようじゃ、張り手山の餌食になってもらわなきゃ困るな。まあ、最悪、タスキさえ剥がしちゃえば OK なんで。いや、待って、猫魂撃てねえ、こいつ。精神力だ。ちゅうことは、ドレパンか。悪だくん。それは悠長なんじゃねえかい、ルカリオさんよ。さあ、ドレパンがでもあんま入んねえ。ドレパンがあんま入ってねえんだよな。でもね、張り手山残しても帰り相手に何もできないんで、残すべきは絶対羽ばたく神なわけよ。だからここは、まあ、ある意味も、切っていくか、いや、悪だくみって要は波動弾抜群ってことやな、次な。事実、いや、無理だ。バレバンだこれ、落とせ。うわ耐えられちゃった。さすがに耐えないか。いや悪だくみルカリオ強え。クソ猫魂が撃てればな、絶対止めたら勝てんのに。ただ羽ばたく神がブーストエナジーでしっかりと特攻を上げていくんで、特攻じゃ素早く上げていくんで、ここで、あるとしても、先制技真空波ぐらいか。どの道半減やから効かないから、シャドーボン。まあ、ワンチャンバレパン持っとる可能性あんのか。まあでも一応ドレインキス打つ意味ないな、これシャドーボンやな。オッケー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 。そしたらもう、海竜相手にもひたすら甘えまくるわ、もう。脳が溶けるぐらい甘えていく。こんなお前、まさか神のビジュアルちょっと見せやりたい、みんなに。こいつマジで可愛いから、顔ルックスがいいね、単純に。単純に顔が可愛い。やればやし、見せろはよ。
ちょ、アングルが遠い。カメラマンさん。ちょ、アップアップアップ。トヨタカメアップで。ちょ、全然映らへんやんけ。そう、この、今の一瞬見た？この口、大口開かれて。これ、やえばよ。このルックスで、もう甘えまくって脳を溶かしまくっていく。大体テラスが切ってるから、もう絶対に、もう、ドレパン抜群なんで。いや、自信ない。これも効かないんだよね。なんだ、甘え、いや、これ、ハチマキくせえぞ。ワンチャンハチマキだ、これ。これでも甘えまくる。ひたすら。もう彼女とかがこう、甘えてきて、うわ、もう今日仕事行くの、だるなってきたってぐらいまで甘えたる。急所でワンチャンしてるな、これ。うわ、なにこの軽減率。まあ、そろそろじゃあ殴り始めてもいいか。ドレンキスでね。相手も急所待ちするしかないんじゃないか、ひたすら。さあ、ひたすらもう徹底的に甘える。もう休日の次の日の、朝の、もう仕事行けないでお願いって言ってくる彼女並みに甘えまくるわ。一番困るやつさ、溶かしてやるぜ。もう一発吸収チャンスあるかな、相手。いや、でも回復量も考えれば吸収に立ってもワンチャン耐えるかもな。ドレインキス刺さっていく。多分こいつハチマキっすね。うん。121HP。さあ、ここをしのげば、俺の勝ちだ。うん、しのいでいく。これ通常の羽ばたく神やったら負けてるからな。いや、俺はやっぱ羽ばたく神はこの方をしていきたいわ。さあ、ありがとうございました。さあ、マッチしました。ホノスさんお願いします。相手の手持ちがマリルリ、ニンフィア、ハリテヤンマ、コータス。なんか、俺みたいなパーティーやな。イエスさん、コータスの並びが、なんかどうやらコータスがこれ、ワンチャンアタック説あんねんな。なんで、もうケッキングで暴れた後に、コータス受けるためにママンボウ。直帰ママンボウで多分受けれると思うんですよ、あいつ。ラス1。まあ、ハリテヤマなるか。さあ、お願いしますね、これ。うわ、いきなりからイエスさん来るの？いきなりから来る？ちなみに、地獄好きよりももちろんのことを、タイプ1ギガインパクトの方が入るんですけど、まあ、一応デメリットとしてはギガインパクト打った後はもう確実にその場に座らなきゃいけないんだよね。対して地獄漬け倒した場合は、いや、これせやな、倒そっかっていうか地獄漬けにしよっか。いや、倒せないが不安なんだよね。まあ、俺がその普段使ってるイエスさんが物理特化のやつやから、耐えてくるんじゃないかみたいな思いがちやけど、言うても、HP ぶりぐらいなら、あ、しかも上取ってる。いや、でもワンチャン耐久だ、これ。いや、しかしそれでも貫通していく。さあ、イエスさん。お前多分あれトリックルームかなんか落としたんじゃねえのか？それすらさせてもらえなかった。どう思う？おっと思ったらこれ？コータスが出てきてしまうけど、まあ、そうだよね。なぜなら、ケッキングはこの状態で何もできない。まあ、マンボウで受けれるかな？さすがにこれコータスアタッカーやろ。エラス炎、うん、まあ噴火だろうね。いや、噴火かどうだ。文字とかもう一個持ってたら文字打ってくると思うけど、この状況とテラ、やっぱ結局トリックルーム出てないからね。いや、それでも噴火打ってくるか。打ってくる、やっぱアタッカーや。さあ、直帰タイプ相性半減。この特防の鬼ママンボに対して半分も入らない。オッケー。そしたら、うちを撃つよりもミラコレ倒しきっちゃうか。まあ、交換されたらあれですけど、これ。いや、引かれちゃう。アズマリル。マリルリだ。まあちょっとミラコ見られちゃったのはあまり美味しくはないが、マリルリ程度やったらね、これみんなでもうケッキングはトナケからね、いけますわ、これ。ギガインパクトで。じゃあ、つけんな。さあ、ギガインパクト食らってもらおっか。これでマリルリぶち抜いて、あとコータスは私から噴火で倒されるけど、そこに対して、ミラーコート。ね。めちゃくちゃ大技しちゃうけど、それでいけると思う。なんで守る持ってんねん。え、ちょ待って、なんでお前のマリルリ守ろってんのこれ。え、なにこれ。え、なんで。守るあるポケモンにはケッキング何もできないです、100%。
なぜなら殴る、守られる、で次怠ける、相手行動、次殴る、守られるの無限ループで、一生何もできないんで、ただこれキッキングは切るしかないですね。怠け活動してしまう。ま、それか交換するとしたらこのタイミングか。いや、ここやな。いや、また逆手に取るね。この行動心理を。コータスは、もうママも俺絶対勝てるから。あー、そっか、アクシャなら、アクシャでいいんだ。そうだよね。したらね、小魂打っちゃおっかな。キックの弱点もろに、もろに出てるやん。うん、オッケー。そしたら、キッキング切りましょう。キッキング切りでもう一発猫魂。じゃれつく、オッケー。キッキング、ご苦労。うん。守るって技一個で破綻するんですよね。キッキングってポケモンは。まあ、しょうがない。そういうところをケアしていってあげるのはポケモン取れない役割から。どうしよっかなぁ。まあ、リルリにママンボウ投げるか、これ。せやな。ママンボウ一歩目出しといた方が再生力もあるから、得するんで、渦潮で、縛って、オッケー、上取ってる。渦潮命中する。この定数ダメージで倒すか。あー、じゃれつく、結構入りやがるわ。いや、これか、もう、じゃれつく入れて。急所、この急所地味でかいぞ。うわ、お盆の実持っとる。ま、これもギリ耐えて、A が下がるのはあんま関係ない。これでも、張り手山読まれてじゃれつくされたら負けやねんな。悪者打つ意味あんまないと思うんで、ここじゃれつくですかね。あー、ここじゃ悪者打つんや、相手。張り手山交換、意識した方がいい場面だと思うけどな。という負け惜しみ。そしたらもう、猫魂から。うわ、猫魂のダメージめっちゃ入ってんけど。あと最近なんか、ランクマ隠すかへん。俺だけこれ。だったらバレパン蹴んないじゃないこれ。ま、そもそも素早さ買っとったら勝ててんねんけど、ちょっとあのマリルに対して S 抜けてるかどうか不安やったんで。いや、これやったら、いや、これやったら言うて、コータスに対してもだってあいつ HP 削れてないからな。ま、噴火は打たないと思うけど、これぶちかます打って耐えられたら負けやねんな。いや、でも打つしかないわ、多分。多分メガネ文字とかで普通に死ぬわ。テラソーのやし。これもうぶちかまし言ったくや。頼む。いやー、耐えられた。火炎放射やったらこれ耐えたかもなー。いや、でもここは正直、いや、オバヒとかやったら負けてるから、ここはぶちかますでも勝ちに行かなあかんまよ。しかも多分実際乱数で勝ってるしな。今んとこドレパンとか打っても絶対にオバヒやったら耐えてないから、もうぶちかます一択なんで、もうこれは悔いないっすね。さあお願いいたします。キッキングから相手は入ってきました。レバルブームって言うんだ。ブロロロームじゃないんだ、味方。もう普通に地震打っちゃっていいよね、これね。こんなところで、しかも俺の方早い。ってことはこいつ、あれだ、あれだ、なんかちょっと耐久のやつじゃない。はい、ざまー。はい、お湯。まあ、あれやろうな、なんか、ステロとかで起点作ってくるやつ。まあ、種族地だと勝ってるんですよ。まあ、姿振られてると負けてんねんけど。そこを芝居ていくわけ。何これ、体って何ね、目を体。こいつ体って名前な。なんかやらしい名前やな。そしたらちょっとまあここもちろん交換しちゃえば OK なんですよね。
そう、怠けって特性は交換しちゃえば実質無効ができるんで、ここを駆使して、まあ、一旦一冊ってのを繰り返しておけば、あと受けれるやつを裏に入れておけばいいやん。だから裏に、瓦割り。へえ、面白いかと思ってる。結構入るんだけど。こんなもん。したら俺は猫騙しを当然のことし放っていく。いいダメージだ。スピードってことは、まあおそらくもう、マスカーナで、マスカーナの張り手は持ってかれるかな。一応バレッパン打っとこっか。何？マスカーナ着るんか。着るっていうか、こいつスカーフか。鉢巻きではないよな、この火力の。じゃあ、スカーフだ。で、裏がおそらくバレパンとか受けれないやつなんで、張り手間苦手にしてるやつなんで、ワンチャンセグレープの可能性ありますね、これ。何これ、バキクシカリープ。セグレやったわー。バレパンいきます。つぶてが飛んできてしまう。じゃあ、皆さんお見せしましょうか。ケッキングという男のバカ力を、カジバのクソ力っちゅうもん見せちゃいましょう。これ HP ぶりセグレーブってめっちゃ硬いんですよ。で、最近の関係やっぱ HP 振ったやつ多いんで、まあ、ちょいちょいなんか素早さ振ってるやつも増えてきてるらしいけど、基本俺の中のイメージとしては HA とかなんですよ。そこを上からテラスタルギガインパクトでぶっ潰せる。これ確実です。こいつのもめんどくさいテラスタルとかあるやろ。こうなんかドラゴンになったと思ったら、このこうなんか電気になったり地面になったり、もう全部ぶち抜けるんで、タイプ足無視で。そう、今の環境最強と言われてるセグレイブに強い。あ、何その技、ちょっとやめて。しかもすみません、もうちょっとおもんないよそれ。で、これ、ひるんだらさ、あれ、ちょっと待って、あ、ごめん、ミスった。これ、ひるんだら、あれだ、結局、あれしちゃうんだ。怠けちゃうんだ、これ、動いても。しまった、あれ、みんな。もう、最悪だ。避けろ。じゃあ、避けろ、もう。おしまいよ。押されたらもうおしまいですよ、それ。まあ、ちょっと仕様を分かってはいたんですけど、もちろん。連打しちゃいました。ま、これがケッキングっちゅう男ですわ。ええ。